長身で端正な顔立ちで日本語を流暢に話すポーランドの刺客さん。今回はブレイキングダウンに参戦し、どんどん注目を浴びているポーランドの刺客さんについてお話ししていこうと思います。ポーランドの刺客さんの本名はホイナツキ・パベウ・ピョートルさんで、1995年3月2日ポーランドにて生まれました。10歳の頃にスティーブン・セガールの映画を見たのをきっかけに合気道を始め、そこから日本に興味を持ち始め、いろんな格闘技に挑戦し始めます。やってきた格闘技は合気道、空手、柔術、ボクシング、キックボクシング、総合格闘技で、特に自信があるのは打撃だとか。一番長くやっていたのが総合格闘技で、ポーランドの大会で2位まで上り詰める実力を持っています。ポーランドの刺客さんはポーランドの総合格闘技団体 KSW の合宿にもよく行っていて、レスリングもやっていたそうです。鍛え上げられた強靭なボディからも、ポーランドの刺客さんは自国を含め相当格闘技の実践を積んでいることが伺えます。2019年大好きだった日本に来日。以前から日本が好きで、日本語学科の卒業生だそうで、日本語の言語学を研究していたため、日本語がとても堪能です。日本語がペラペラなポーランドの刺客さんは、実は意外な職業についており、日本で映像制作プロデューサーをしているんです。ポーランドの刺客さんは株式会社 C コードという会社に所属しており、最近ではムロツヨシさんのドラマ全然知らない街を歩いたもののシーズン2や、映画沈黙のパレード、映画バスカビル家の犬、映画真夜中乙女戦争、配信ドラマホットママなどを手掛けてきました。ポーランドの刺客さんは制作以外にも大人気ドラマ六本木クラスにエキストラで出演していたそうです。プロデューサーだけではなく、演者も務められるなんて多彩なことがわかりますね。プロデューサー業をしながらも格闘技は続けていたポーランドの刺客さんは、以前朝倉未来選手が所属するトライフォースに会員として通っていたそうです。しかし怪我のため退会してしまったとか。そんなポーランドの刺客さんが注目を集めたのは、アベマ TV の企画、朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円でした。ポーランドの刺客さんは MMA でポーランド2位という触れ込みでオーディションに参加しています。ミクルは世界の格闘技は分かっていない、教えてやろうかと思っていると自信満々でしたが、挑戦者に選ばれませんでした。しかしその後、自身の YouTube で同じオーディション落選組3人と拳を交えるという企画を立てて話題になります。その時の対戦相手が元ラグビー選手で184センチ147キロのノッコン寺田さん、元ボクシングの IBF 世界ウェルター級3位の細川貴之選手、元ボクシングの OPBF 東洋太平洋バンタム級王者の山本貴弘選手の3人です。ポーランドの刺客さんの高いボクシングスキルが分かるのが、元世界王者細川貴之選手とのスパーリング動画です。細川貴之選手の口からもマジで強いと大絶賛がありました。元世界王者から褒められるなんて相当な実力があるということですね。この YouTube コラボをはじめ、他にも有名格闘家たちとコラボしており、元 K1 王者のキックボクサーの安保ルキア選手、元キックボクサーのモハンドラゴンさん、プロボクサーの日高リオ選手、プロボクサーの京口博人選手、総合格闘家のストラッサー・キーチ選手といった名だたる選手とコラボしています。こんな大物たちとコラボができるなんてすごいですよね。YouTube で活躍するポーランドの刺客さんですが、実はアニメオタクだそうで、動画内でもたびたびオタクなところが垣間見えています。自身の YouTube での質問コーナーの時に、好きなアニメを聞かれた際、好きなアニメがありすぎて答えられない、と真剣に悩んでおり、悩みに悩んだ末、ハンター×ハンターと答えていました。さらに、アンポールキア選手とのコラボ動画では、ポーランドの刺客さんがバッグを整理しているシーンがあり、その際に呪術廻戦の五条悟のぬいぐるみを詰め込んでいるところが映り込んでいました。あんな長身イケメンがバッグにぬいぐるみを詰めているなんて、なんだか可愛いですね。そんなアニメオタクなポーランドの刺客さんですが、格闘技の強さには自信があり、ブレイキングダウン5のオーディションに参加。オーディション内では強い相手としか戦いたくないと発言したポーランドの刺客さん。出るからにはブレイキングダウン3、4のチャンピオンである井口哲也さんか吉永圭之介さんとしかやらないと初めから決めていたそうです。ブレイキングダウン5では井口哲也さんは欠場、吉永圭之介さんはモハンドラゴンさんとの対戦が決まったため、その他選手との対戦は実現することなく、オーディション VTR も全部カットされてしまったんだとか。殺伐とした空気の中、強い人としかやらないと発言するなんて、格闘技の腕に相当な自信があることがわかりますね。そんなポーランドの刺客さんは、ブレイキングダウン6のオーディションにも参加。オーディション内では、ラッパーのサトルさんと言い合いの流れに、強い相手がいない、興味がない相手ばかりと発言したポーランドの刺客さんに腹を立てたサトルさんが、お前が興味あんのは女子高生ばっかだろ。宮下パークに行って JK のケツばっかしか見てねえじゃん、と恥ずかしい話を暴露。さらには、以前たまたま遭遇した際に握手を求めてきたとお互いが話し、真実は本人たちのみぞ知るという感じですが、サトルさんは全く譲らず、お前役でもやってんのかと喧嘩を売ります。その流れもあり、いいよやろうよとポーランドの刺客さんがサトルさんに握手を求め対戦が決定しました。そして実際のサトル戦はというと、序盤から至近距離での殴り合いに発展。前半はポーランドの刺客さんはパンチを避けられてしまい、なかなか思うような流れが作れませんでしたが、終盤になりスタミナ切れしてしまったサトルさんに右ストレートをクリーンヒットさせ、最終的には判定で見事勝利を収めました。
ポーランドの四角さんは試合後の感想を話しており、予想よりサトルさんはかなり強かったと話し、サトルさんを強かったしタフだったと称えていました。そして KO で倒せなかったことや自分の思う戦い方ができなかったことなど反省点も挙げていました。見事勝利を収め、さらに注目を浴びたポーランドの四角さんですが、女性関係が気になりますよね。ブレイキングダウン6のオーディションでは、女なんていらねえよと発言していたポーランドの四角さんですが、ツイッターにて、今年いろいろ作りたいな、無敗戦績、貿易会社、面白い映画、彼女、とつぶやいていたので、現在は彼女はいないようです。つい最近まで女なんていらないと言っていましたが、本当は欲しかったんですね。そう思うとなんだか可愛いですね。ブレイキングダウンで人気も出てきたので、作ろうと思えばすぐに彼女なんて作れそうですね。そしてブレイキングダウン6に引き続き、2022年12月4日に開催されたブレイキングダウン 6.5 回大会にも参戦。アンポーチャンネルのテル君とメインで対戦が決まり、バチバチな試合になることは間違いなしとファンたちの注目する試合となりました。試合はというと、1ラウンドはポーランドの四角さんの膝蹴りに対し、テルさんは打撃で応戦してドロー判定。2ラウンドも打ち合う2人でしたが、互角の戦いでドロー。3ラウンド目はまさに死闘となり、最後はスタミナ切れのテルさんからダウンを奪ったポーランドの四角さんの勝利となりました。試合後、ポーランドの四角さんはマイクで、テル、お前強いの、さすが無敗の男で、この身長差でこのデカさの差でここまでやってくれて、最初から強いと知っていましたが、思っていたより強い、これからの活躍も期待しているので一緒にトレーニングしましょう、僕に一番相性悪い相手だと思っていたので心配していたんですが、世界は広いぞと、それだけは言いたい。昨日の K1 も今日もそうだけど、世界には強い奴がいっぱいいるぞ。皆さん、僕と一緒に世界へ行きましょう。来年は僕に任せてください。次の相手は誰になるかわからないけれど、ずっと前から K の助さんとやりたかったので、もしよければお願いします。やりたくなかったら誰でもいいので。と自分がブレイキングダウン世界進出のエースになる宣言と、K の助さんへの挑戦を表明しました。そして激闘から日も間もない12月10日に行われたブレイキングダウン7のオーディションに参加したポーランドの四角さん。ブレイキングダウン7のオーディションでひな壇側に座った安井ヒューマさんは、やりたい相手が一人いて、ポーランドさん、MMA で1分間でやりたい。とポーランドの四角さんに対戦を要求。柔道7年、柔術2年、MMA2 年という経歴を持ち、ブレイキングダウンでも結果を残してきた安井ヒューマさんからの対戦要求に、ポーランドの四角さんも、いいっすよ、決定で、と快諾し、対戦が決まりました。二人は SNS でも煽り合いを見せており、安井ヒューマさんが Twitter で、がっつり行かせていただきます。なんなら打撃でも、とつぶやくと、すかさずポーランドの四角さんも、打撃でもだと、わら、じゃあキックルールにするか、みんな殴り合いを見たいんだよ。抱き合いなんかブレイキングダウンにはいらんぞと返答。煽り合いをしている二人ですが、お互いの実力は認めているようで、ポーランドの四角さんは、ヒューマくんファンの皆様へ落ち着いてください、打撃ルールで勝っても意味ないし、ちゃんと MMA で勝たせてもらう、ヒューマくんは今までで一番強い選手だと俺も思ってるし、弱いと思ってたら対戦受けなかったもん、別に舐めてるわけじゃねえし、むしろあなたたち俺のこと舐めすぎやろと投稿。対戦相手の安井ヒューマさんも、目先の利益にとらわれて中途半端な煽りはしたくないです、ブレイキングダウンの実力同士で戦いましょうよ、異種格闘戦はやっぱり MMA でしょと返答しました。実力者同士の試合ということもあり、どちらに軍配が上がるか楽しみですね。まだまだ格闘技の伸びしろにあふれるポーランドの四角さんの今後に注目です。他にも伝説を残した選手たちを紹介していきますので、チャンネル登録とリクエストがあればぜひコメント欄で教えてください。それでは次回の動画もよろしくお願いいたします。